楽団なのね。はい、失礼しました。神野さんどうも、今日は本当にありがとうございます。喋んなくていいのに、あと20周年というのがあって、なんかその去年かなんかみんなで今までの20周年のいろんな曲やったじゃないですか。そしたらもう新しい20周年目なんだから、新しいガンダムでやっぱり1個やらないといけませんよね。ただ今放映中なんで、放映中からなんて言うんでしょう、こうやるっていうのはすごい難しいものがあって、要するにどんどん物語は動いていくし、でもOK を抑えるのは1年前じゃないと抑えられなかったりとかして、で大体番組は続いてるんだろうかとか、1年後のコンサートの時にね、あとその時には最初は明るい話だったのに全員死んでるかもわかんないし、でその時に全部書き直さなきゃいけないかもしれないっていうんで、結構ギリギリの状態で、だからこれも書くのも本当に先週書いたっていう感じ、先週のを見ながら書いてるっていう状態のリアルタイムのコンサートっていう、すごい面白くまた難しい、今しか見れないっていうことをなんかオケでやりたかったんですよ、そういうリアルタイムの感じ。誰もいない。犬の、あ。これがホール。フィルハーモニア。Every time when you will come, you have a new gadget. New gadget. New gadget.What is that? Gadgets? Mm-hmm. Toys. Ah, toys? ドア玉はまずこの
人が舞台の枕越しまっててもうちょっとこっちにいます。皆さんがみんななんとなくごちゃごちゃ。そこはどのぐらいのあれとかって当日か。当日だいたいなんとなく真ん中の方に集まってくる。みんな集まってきたらもうこの決めていい感じ。わかりました。書いてないところを記入していただけると助かります。1234が1234ムーンからテンポがハーフ、あ、ムーンっての191191、それから209ドラムヘッドっていうところからまた2倍に戻ります。何そんなのか、どんなエイスイな座面だって何あ、トレメンダ、トレメンダ、あ、R になる、トレメンダ。
ソロアルバム作んないんですかとか言われるんですけど、大体みんなあのサントラ作ってるとプレッシャーじゃなくて、なんかストレス、要するにサントラ用になんかお金がないとか、あの時間がないとか、あとあの絵のために短くしなきゃいけないとか、いろんなストレスを感じてるみたいなんですけど、私全然ないんですよ。だからやってる時から自分のアルバム作ってるの全然変わんないような気持ちで作ってるんで、あれが嫌とかっていうのね、全然ないんです。まあ、ただあのなんていうの、番組の中でたくさん使ってくれると嬉しいなとは思いますけど、でも嫌ってことは全然ないです。今日劇版も自分のリードアルバムも、うん、区別はしてない、全然ないですね、うん、それは素晴らしい何でもいいんです彼女なんてターゲット物語結構お好きですよね。好きですよ。なんで？いやいや、なんかそんな感じがすごくして毎週見てるみたい。見てるよ。キャラクターはいいじゃないですか。で、一人一人がすごい魅力的だし、ハリー様みたいなのとかがすごい、あの強いんだけど、バカな人とか可愛くてちょっと変な人とか、リリボルジャーノ嬢みたいなのがいたりとか、グエン様がいたりとかって、そういうあのキャラクターがまず顔が可愛くて、それでなんかすごく魅力的に動いてて、でしかもこんなひらひらのドレスでカッポしてる感じっていうのはすごい好きです。じゃあ絵も好き、物語も好き、うん、物語もすごい好き、音楽も好き、もちろん。じゃあ次ジグっていうのをやって、はい、さっきやったのはもうやりませんか。今日は時間があればね、最後に一回やりたいんですけど、これしかない人もいるので、あ、そう、ええ、じゃあもう一回だけやらせると変わって大変だね。でもじゃあ一回やりましょう。ありがとう、じゃあ休むから言わなきゃよかったかもしれないそうだよ。じゃあ次行きましょう。ファーストアドベント。の人で、バンバンやったことはなくて、数多分5個か6個しか日本のオケの人って知らないんですけど、
実際の年は分かんないですけど若いですよね、すごく。あのだからあのついてくれる感じ。それで大体ね、こんだけ長い時間やるとみんな下手ってきて、もうやめようよみたいな感じになったり、最後の方なんか音ベーみたいになっちゃうんですけど、すごいこうあのゴムみたいにみんな元気がいいので、すごくやりやすかったのと、やっぱりとすごくいい、うまくできる曲がいくつかあって、今までもワルシャとかで録音してたんですけど、ワルシャよりこれはトフィルの方がいいんじゃないかっていう曲も随分あったりとかして、だからここのオケの魅力みたいな、そのバウンドするノリの良さとか若さ、そういうものをすごい感じました。で、大きいとかちっちゃいとかはあのいろいろここになんか切ったり貼ったりしますので、入らないもんだ。いきなり破いちゃうよ。破ってもいい、別に。入ってよ。本気で入んねん、これ。おかしいよ、これ。これサイズとかこんなに。うん。面白い、これ。これ自前です。自分の方が辛い。いやいや切れませんでした。レゲエっぽいよね。こういう感じ。変な感じ。かっこいいよ。あれなんか。首にかけます。そんなの。あげるので、なんか、かわいいね、体調っぽいね。してください。これはダメよ、これは私の技だ。あ、でも上からね、巻かないとダメよ。はい、なつです。待って、なっちゃんだ。はい、かなです。なっちゃんだ。はい。なっちゃんとかなちゃんです。足長いです。じゃあ、この靴履いてるから。足長い。この靴履いてるからだと思う。同じ背なの？同じ身長です。ほんと、何年生なんですか？中3。変な。お母さんとかそっくり？全然。嘘。よかったね、美人。1分だよね。ダメな。もう小屋に入ってるね。はい。では終わって。終わった。座、ゆっくり座る。次の体勢で待ってていいですか。私あの単純にあの合奏することがすごい好きなんですよ。この間のもう練習の時からもう嬉しくてしょうがなくて、あのコーラスが30人とかいただけでもう嬉しくなっちゃって、もうヒャーみたいな。だからあのコンサートの場合は私のお尻をみんな見るわけですけど、もうお尻に気を使う余裕がないぐらいこっちでも楽しくて今やってる状態なんですけど、だから意気込みっていうか、なんて言うんでしょうね、すげえ面白いっていう、自分がすごい楽しい。じゃあ当日はもうそれを目いっぱい楽しんでようと、はい、まあちょっと気使わないとね、お尻にもと思うんですけど。練習の時は嬉しかったんですけれども、今日もすごいあの嬉しいです、触れることが。よろしくお願いします。じゃあサウンドチェックをムーンからお願いします。
2号。中村ゆかぶしろ、中村ゆかぶして。あ、すごい、みたいなことになった。嬉しいでしょっていう感じだね。それでさっき、あの、ボーカルの歌を歌った時で、手を見てくれてたでしょ。あの、ああいう手で見てて、実は手を、胸に息をためるようにして、こうやって立つと、ほら、私は綺麗でしょっていうポーズになるの。で、それが、ああやってロングが、距離が遠いところから見ると、お客さんがそういうふうなポーズにすると、体が大きく見えます。だから、ここに切れて。して、違う違う。はい、キスをさせてあげるわってこう、あのね、見下すの、下地も見下すの。お母さんとお父さん一緒だったさ。見に来ました、親戚も、おじさん、おばさん。いよいよです。はい、やっと始まれる。そんなに楽しみ、うん、早く来ないかなと思って、もうゲネプロとかいいからもう本番やろうよって感じ。トフィルも、まあ、バンダ以外は大体 OK、うん、のように聞こえました。まあでも、あの、本番まで私も全然本気出してないんで、あの、全然変わると思いますよ、普通そうだ、うん、でもね、あの、一番決めのとこはまだやってないって感じだから、その時のノリでなんか出るんじゃないかな。コンサートの、そのやっぱ絵と、あの、僕らの生の、やってるその雰囲気と、あの、コーラスがバーッと出てきたりとか、そういうものをやっぱり感じてほしいので、本当は来てほしいんですけど、その来てもらったと同じような感覚を、感じてほしい。だからあんまりその CD にするときにちょっと間違っちゃったところを直したりとか、例えば変な音がプッてあるのをカットしたりとか、そういうことはするつもりがないんで、臨場感、間違おうが、お客さんが携帯鳴らそうが、そのまま行って、でその時しかできないその熱っていうかエネルギーを、あの、聞いてほしいです。じゃあ CD を聞くことでコンサートに参加してもらいたい。はい、参加したいみたいな気持ちになってくれるといいなと。Yeah.
終わりました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様。あ、どうもありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様。一番入りっぽいだってさ、では改めまして、ご紹介を申し上げます。本日のコンサート、作編曲構成指揮、菅野陽子。あ、安田君持ってたって演出の。演出、はい、菅野陽子さんです。ありがとうございます。はい、それから、情報的には生消える生ディアラというふうに、申しておりましたが、それは実はこのような、ことでございました。双子のタレントさんでいらっしゃいます、伊藤夏さん、かなさん、お立ちください、はい、このような格好で、舞台演出の、一部として、力を貸していただきました。ありがとうございました。それから、何よりも作品をの根幹を生み出し続けている、富野でございます、はい、ということで、まあ、菅野富野というコンビでこの、ライブの記者発表をしてから、今日までということで、菅野さん楽しかったですよね。面白かったです、ね、物足りないです。生消える生ディアナをしたいって言ったのは監督なんだよね。知らないよ。嘘だよ、監督は言いなしちゃう。監督だよね。そうですよ、ね、生消える生ディアナしたらどうだとか言ってるの監督だよ。だからみんなバーンとかって集めてそれで、ね、あの多数のオーディション。そうだよ。監督何言ってんですか。本当に。この二人に行き着くまで結構大変だったんですか。そうだよ。ね、どうも、関係各位には本当に申し訳なく思ってます。それからあの被害者になってしまったお二人にも本当に申し訳なく思ってます。ありがとうございます。で、本編の映像、その他いろいろ使われておりましたけど、この辺の選び出しにつきましては、どのように、菅野さんとか指示がいったんとか、それとも別の方がやられたとか、そういうふうに。ちゃんともちろん演出っていうのはプロの方がついてるんですけど、こうしてくれ、ああしてくれっていう元は一応全部言って、ここでこういう映像、例えば風が流れるような感じが欲しいなとか、ここはこういろんな思い出がよぎるようにしたいなとかっていうことを言って、それでプロのその編集のまあ彼とかが一生懸命つないで作ってくれたんですけど、最初のあの打ち合わせの時にその一応予算を関係なく一応やりたいと全部言いますって言って、でそれはオケをこういう形にしてくれとか、ヒゲを作れとか、あとスクリーンをこう3つ4つ並べろとか、火祭りの踊りは火を出せとか、あと監督が生消える生ディアナって言ってるぞとか、コーラスは絶対入れなきゃダメだとか、ゴールに風を吹かせ、風をマジで吹かせなきゃダメだとかっていうことを全部バッと言ったら、ほとんど火以外はほとんど実現してくれたんですよ。だからそれはもうものすごいお金かかってると思うんですけど、ただもうみんな手弁当ですごく一生懸命やってくれたんで、なんでこんなにスタッフがこんなに全部できたのか私も不思議です。いつできませんって言われるかと思って待ってるんですけど、結局できませんって言われずに全部やっていただけたので、こんなことはもう二度とないかもわかんないと思いながら、今日は嬉しくて嬉しくてやってました。で、面白かったからもういいと思います。そうだよね、なんかチーンってして聞いててもね、だから本当クラシックの方にもうちょっとこういうやり方っての知ってほしいなって本当に思います、うん、なんかね、何よりオケの人が喜んでたの。オケの人がね、あ、面白いとか言ってて、今回はすごいみんなやってくれました。コーラスがコーラスがノリが良くてびっくりしちゃったんですけど、そうね、コーラスの人って普通あんな踊れとか言ったって絶対踊らないんですよ。普通は普通そうですよね。大志くんの人で踊ってくださいとか言って、私たちそんなの絶対やんないわとかって言うんですけど、頼んでないのにこんな回ったりとかするとかだからすごい嬉しかったんですけど、だから僕初め見た時にこの人とは後ろで後で歌うやつとは違うやつだと思うよね。あれね、まさか同じ人と思わないよね。
そうそう、そんぐらいノリが良かったんで、あの演奏する側が、だからすごい嬉しかったんですけどね。どうもありがとうございます。Project.